抗体カクテル療法などの、まあ、自宅であったり診療所で受けられる、まあ、そういう仕組みの整備、最近では、まあ、現在では経口の治療薬もできるということで、まあ、そういった新薬の普及等も含めてしっかりとまず足元は皆様の命と健康を守るコロナ対策、医療体制の構築、これはしっかりしていきたいと思いますので、引き続き皆さんも感染症対策ご協力いただきましたら幸いに思っております。よろしくお願いします。いよいよ衆議院の選挙が10月31日には投票日を迎えるということがほぼ決定しました。また新政権が誕生して、まあ、そこを来週、14日には解散するという意向を出しているということで、僕たちが予想していたよりも早い総選挙がやってきます。まあ、こうした、まあ、ご祝儀等の時からの皆さん選挙というのはやっぱり自民党がうまいな、選挙どうしたかなというふうに思う機会ですが、我々の委員の会としてはこの短い選挙戦でも一人の委員の会の考えを訴えて、皆さんに支持のことを理解していただきたいというふうに思っております。そして先日自民党総裁誕生し、今週ですね、岸田文雄、新総理が、登場誕生いたしました。僕たち自民の会、岸田総理誕生にどう思うかというところなんですけど、やっぱり自民党って変わらへんこっちやな、これが第一印象ですね。多くの国民の皆さん、そして自民党の党員の皆さんも総裁選挙で小池は一番人気だったのは河野太郎さん、大阪におっても河野さんが1位、ほとんどの都道府県で河野さんが1位でした。けど永田町の国会議員は断トツで岸田さんを選びました。やっぱり国会議員、永田町の自民党を中心とした国会議員と、そして国民の間にはちょっと考えた論理にだいぶ差があるなというのが現実だと思います。現に河野さんは多分賛否両論はないんですけど、今の連携改革をしないといけないんじゃないかとか、弱原発どうするの、こういう日本が根源的に抱えている社会どうするのということに対して、まあ、賛否両論はあれど改革していかないといけないんじゃないの、規制緩和していかないといけないんじゃないの、まあ、そういうことを提示した、まあ、総裁候補だったと僕は思っています。しかしですね、まあ、岸田さんはどちらかというと、まあ、良く言えば安定と悪く言えば変わらない総理になるんだろうなというふうに思っています。自民党総裁選挙でも小泉改革運動以降の規制緩和はやめるとか、新自由主義的なことはやめると言っているように、まあ、どちらかというと、まあ、派閥とか、まあ、あの業界団体とかに気を使う従来型、まあ、旧来型が、まあ、自民党に戻るんだろうなというふうに思っています。で、昨日所信表明演説があったようですが、岸田さんからは対策という言葉が一つもなかったそうです。またやっぱり過去のどちらかというと全方位的な、まあ、業界団体に、まあ、顔色を伺った自民党政治に戻っていくんだろうなというふうに思っています。皆さんどうでしょうか。そういう新総理でいいと思いますか。僕は思いません。というのも今が例えば講話でどん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 高度成長して、そして労働人口が増えているような状況であれば、ある種今の制度を維持する守るというのは正しい行いかもしれません。しかしですね、今どん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 高齢化して人口の減少社会、今の年金が発生した社会保障制度が維持できるかどうかわからない、日本の財政的な危機、そういう状況が目の前に見えている中で、僕はこれは問題の産業的だと思っているんですね。そうじゃないですか。今日本の借金これ1200兆円を超えて GDP 対 GDP では230兆円を超えています。これ先進国の中でも圧倒的に国力に対して借金が多いのが日本。これにで、こういうことを言うと国債が明らかに減っているという一部の人もいるんですが、いずれに何パーセントまでは増えているという人もいるんですが、国債が増えるという議論の前に積み上がった借金の利息を開いたり、それを共感するお金でどん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 
子の布団の中、傷つきまして、外見的に傷つきまして、だからこそ、社会保障費がどんどん増えていくから、皆さんに社会保障の財源として、消費税を伸ばして、増やしてくださいねということで、この6年、7年で、消費税は 5% から 10% になりました。そして、年々、社会保障費が増えて、皆さんの年金半で社会保険料も増えている。最近では高齢者の医療費も、これは所得ある人ですが、所得ある高齢者の医療費も上がっている。結局、改革を行わずに借金や国民負担を皆さんに、付けを皆さんに回っている政治、これがやっぱり従来型の自民党なんですね。こういう政治に僕たちは痛みを感じなければならないと思っています。だって日本はそれほど発展し、テクノロジーは進化しているのに、皆さんの国民負担が増えているせいで、全然皆さん実感の自由にならない。そういうのを皆さんの実質賃金がこの20年払っていないから。そして皆さんの負担がどん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 自民党政権下で増えてきたせいで、実質の手取り、先ほどの人たちは実際にも下がってきているんです、この20年。だからこそ、夜みんなで自民党が起きない。この改革を政府に、今の制度疲弊した心地のある社会保障制度や法律と、このままの情勢を維持することは正しいというと、決してそうではありません。維新の会は、だからこそやっぱりこの時代に見合った社会保障や法律と、そういった仕組みを大事だということで、今現在日本大改革プランという新たな日本を見据えた制度を提案しています。野党の中でも新たな日本をしっかりと見定めて、具体的な提案、建設的な決議案を提案できるのは日本維新の会だけです。ご自分が立ちましたけど、僕の話少し聞きます。本当に少しだけ話させてたのおかしいですよ。やっぱり皆さんの負担増えているのに、この国のシステム、社会保障制度を持つかどうかわからないのに改革をしない政党だっておかしいです。それを具体的に自民党にプレッシャーをかけれるのは維新の会しかありません。何でも反対の立憲とか共産が絶対無理なんです。なぜ維新の会できるのかというと、大阪でこの改革の実績がやっぱりあるからなんです。僕自慢じゃないけど、吉村さんと大阪市議の同棲と、これ自慢です。この吉村さんと僕たちが本当に、杉村さんもそうですけど、大阪市役所に市議として入るまでは大阪市が本当に悲惨だったんです。5兆円以上借金があって、財政も毎年赤字、これどうにかしようということで、橋本さんの政改革プランを吉村さんと杉村さんと僕で一緒に実行してきて、無駄なことをなくして、徹底的な改革を行って、財源を補って、そして生み出した財源で、東大市内に投資する、こういう循環を作り出していました。こうした徹底的な改革、そして民間の力を活用した成長戦略を、実現して、本当に沈んでいた大阪がだいぶ立ち上がってきたんです。こうした大阪での改革をしっかりと国につなげて、この国をやっぱり希望に持てる、持続可能で成長する国家にしていくために、ぜひ日本人の会、そしてこちらでは衆議院大阪の持ち株のお力をお貸しいただき、みんなでちょっと自民党にプレッシャーをかけて、この国を一緒に良くしていこうではありませんか。ぜひよろしくお願いします。それでは代表したいと思います。ありがとうございました。皆さんこんにちは。ありがとうございます。いや本当にこれだけ多くの皆さんお集まりもいただきまして、そしてまた足を止めていただきます。ありがとうございます。本当に多くの皆さんの応援で、なんとか個人の会も今までやってくることができます。本当に皆さんのおかげ、皆さんの答えがあってやってくれました。
本当にこれからもぜひ皆さんよろしくお願いします。いや本当、まあ、今選挙始まりますけれども、やはり、まあ、元気な温泉を取り戻そう、まあ、そのためにはこのコロナ禍でこのコロナを抑えていく、コロナとそれからいろんな社会経済どうやって両立させていくの、そこも非常に重要だと思います。この間皆さんの協力もあってコロナの感染者の方は今は随分減ってきました。でもたった1ヶ月前この大阪においてのコロナの陽性者というのはたった1ヶ月前です、3000人を超えてたんです。それがこの大阪の現状、なんとか皆さんのご協力で今減っている状況にありますので、これをぜひ皆さんのお一人お一人のこの感染の対策っていうのをぜひ徹底していただきたいと思います。それからやはり元気な大阪を取り戻すためには、じゃあどうやって両立させていくの、これ非常に重要です。この夏の第5波我々どういうことやったかというと、まず1つ目は徹底的に病床ベッド、これを増やしました。春の時は大体重症で220床ぐらいだったんですが、今は600床、約3倍です。それから例えばホテル療養というのもあるんですが、これも春の時は2000室ぐらいでしたが、今は8000超えてます。まず徹底的にこの医療提供体制を強化して、そしてなんとか今回とかないです、そういうことはないようにします。これは医療従事者の皆さんの協力があってです、圧倒的に病床を増やすとともに、もう一つやっぱり大切なことっていうのは、できるだけ早く治療しよう、早期治療をやろう、これを徹底したんです。春の第4波で随分分かったことがありました。このコロナウイルスっていうのは早く治療したらかなりの確率で重症化っていうのは防げるんです。重症になってからだと大変になるんですが、そうなる前に早く治療したら随分の確率でこれは治ります。もちろん後遺症があって非常に怖い病気なんですが、重くならないんです。これが分かった。だから今回徹底的に医療従事者の皆さんと協力をして早く治療しよう、だから症状が軽いともどん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 病院に入院してもらって早く病院を改善させていこう、これはこの夏をやりました。3000人超えましたが、まあ、なんとか持ちこたえることができました。でこれから行うべき方向性は社会経済活動と両立していかなければなりません。ウイルスはゼロにはならないんです。経済活動を動かしていかなければなりません。病床を圧倒的に増やすとともに大切なこと、皆さんの感染対策もものすごく大切ですが、我々が今目指している姿は、さっき病院で早期の治療入院してやってまいりました。これからは外来で治療ができるようにしよう、新しい治療方法を今もできてます。抗体カクテル療法というんですが、そういうのもできてます。今日は早く治療できる、皆さんが身近な病院で外来で陽性であったら感染したらすぐ治療できる、そういった環境を作って乗り越えていこうというのが一番今の大きな方向性です。今岸田内閣、岸田総理が出てきていろんな対策を立てられると思いますが、いろんなバラマキを作るという話をしています。今コロナしんどい時期ですから、もちろんそれはどんどんやるのは大切かもしれませんが、このようなことではずっとはもうならないです。一番効果的な経済対策というのは社会経済活動を元に戻すことができるだけ、いかにウイルスを共存するかなんです。この道を目指していきたいと思います。そのためにももちろんこれは病床があふれるようなことだったらやっぱり止めざるを得ません。そうならないようにするために徹底的に外来で近くで往診で早期の治療を受けるようにする、ここを取り戻したい、こうして今すでにやっています。大阪はもともと力があるんです。この力を発揮できるような仕組み、これを作らなきゃいけません。今いよいよ、選挙が
始まります。岸田さん、自民党が言う分配をしっかりやっていこう、僕はこれは大賛成です。分配やっていきましょう。そうなんです、今お給料も稼働所得も少なくなってきて、だから分配を強化しようというのは大賛成です。その前に分配というのはじゃあどこから持ってくるんですか。ここが非常に重要なんです。成長がしなければ分配というのはどこではありません。じゃあどうやって分配すると、税金増税する借金を減らす、一時的には分配できるでしょう。じゃあ最後で誰が下がるの、誰が下がるのですか。次の世代が若い世代、子供たち、孫たちの世代が結構そうになる。こんなにおかしいけど、じゃあどうして助けと成長させていく。成長世代にはやっぱり今年は改革が必要だと思います。改革が必要なんです。まあね、岸田さん、先日所信表明がありました。自民党で改革という文字が消えました。残念でなりません。これまで歴代自民党の政権が前だとき、必ず改革という言葉が入ったんですけど、今回改革という言葉がありませんでした。もう僕から言わせたら、自民党とどこが違うの、民主党と一緒じゃないのと思うぐらい、まあ、そういうことです。でもじゃあ改革って何なのというと、まずはやはりいろんなしがらみをして、これを改革やめていかなきゃいけません。民間ですけども、民間にやってもらったらいいんです。その方が力を発揮できるんです。自治体の経済を強くしていかないとダメです。例えば分かりやすく言いましょう。そこの天王寺公園、皆さんあまり行ったことない方、久しぶりに天王寺公園行ってみてください。すぐ横にあります。まあ綺麗になりましたよ。天王寺公園天気場になります。さーっと芝生が広がってます。一昔前の天王寺公園でなかなか使いにならない公園だったんです。家族連れや子供たち連れて天王寺公園行こうか、そういう公園じゃなかったんです。役所が管理してました。お役所仕事です。税金も投入してました。でも今あの選手場は税金投入していません。民間に管理してもらってるんです。芝生できれいにしてカフェができて、なんかよく分かんなかったあの塀みたいなのがたくさんありましたけど、あれもなくなりました。横に美術館があるんですけど、なんか歩道橋みたいなのもあります。それも全部もこられます。まあ今まで若い方もたくさんいらっしゃってます。でも税金がかかってない。じゃあどうやってやってると民間に運営してもらってるんです。いくら税金のことを考えられますか。金鉄さん、ありがとう。金鉄さんのお金で天王寺公園きれいになってます。皆さんの税金使ってません。まあ金鉄は金鉄で全然悪さがありますから、そこの公園きれいになった方がいいです。多くの方がいらっしゃった方がいいです。動物園にもすぐ行きます。これだけ素晴らしい資源があるんだから、民間にやっぱり民間の活力を使いましょうということでやります。地下鉄もそうです。市営地下鉄、まあトイレ汚かった。市営地下鉄の10年前のトイレ、皆さん覚えてますか。もうね使いたくない。僕もトイレ我慢しましたから。トイレあったらトイレ我慢しました。何なのそのトイレ、トイレの役割果たしてへんやんか。それから、まあ、やっとのことどうだったの。でも今は民営化して大阪メトロに生まれ変わりました。まだ生まれてこんなに時間経ってませんが、随分変わってきてます。橋本さんの時に民営化まではできませんでしたが、経営のトップを民間人に添えました。一番最初にやったことは、なんだこの汚いトイレ、きれいにしよう、おもてなしの税金何やんか、そっから始まったんです。初の流通も下がりました。で僕は民営化をすると、これ今パナソニックだったり一人今やってもらってるんですけど、まあやっぱり違いますね。
心斎橋であったり、あの梅田中、あの辺の駅もものすごく今中きれいになってきてます。どんどんきれいにしていこう。2025年の大阪万博までには移動水ではほとんどの駅工事がものすごくきれいな感じになります。それからあの本部宅、安全のための本部宅、これいや民間がやったら安全対策取れなくなるとかよく言われるんですが、逆でした。役所ではなかなか本部宅できませんでしたが、今どん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 本部宅できてます。安全の方が多くのお客さん使ってもらえるやつだと、こういう発想なんです。民間でできることは、あ、そうなんですね。民間でできることは民間でやる。民間の活力をどんどん生かしていく。そのためにおかしな規定はなしていく。おかしな既得権とは付き合わない。経済を成長させるためには改革が必要なんです。大阪城公園もそうです。7000万ぐらい税金使ってましたが、今は税金使ってません。逆にお金、民間からもらってる。もらったお金で、企業を創出し、そっちに回すことができる。ぜひね、民間の力を最大限活用する。そのために規制も緩和して、自由なチャレンジができる社会を目指していかなければなりません。これが必要なんです。その上で、分配をどんどん増やしていくんです。借金で分配を増やしたらダメ。増税で分配を増やしたらダメなんです。なんでか、誰かが負担しなきゃいけないからなんです。その中は皆さんじゃなくても我々の下の世代が負担するんです。これでいいんですか、これで仕事可能なんですか。いやー、これでは成長続けられる日本、ぜひ僕はそれを作っていきたいんです。それをやるのは森島さんだと思ってます。森島さんなんです。大阪の成長、大阪の改革、これは皆さんの後押しもあって、今松井さんと僕とでなんとかこう二人三脚でやってます。まあ、都構想が否定されたのは悔しくてしょうがないですが、まあこれもやっぱり同様しかありません。なんとか大阪を大阪一つになって大阪の成長を目指してます。でも僕や松井さんは大阪市長であり、大阪府知事、大阪の改革はできますが、日本の改革はできません。日本の改革を誰がやるかというと、国会議員なんです。国会議員が数を増やさないと改革はできない。これを見る森さんは何やってもらいたいんですか。森さんは我々日本の会は、ここまで本当に皆さんが数を増やしております。でも、こっちで成功すると、ああ、数が少ない。そうだ、今日の場合はすごくお金になりますから、向こう人の場合のお金ではもう全然できるんです。いつ全然できるんですか。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 でも、もう次回この自分の中の成功できるくらい改革が成功、改革で成功できる、そういう成功が一つくらいあってもいいと思うんです。小さな政党であったとしても、ドカーンと入っていて、ドカーンと爆発するような、そんな政党が必要なんです。だってあの今の新しい自民党では改革の文字が全然出てこないんですよ。どうするの。これじゃダメだ。借金も増え続けます。大阪市の借金ひどかったんです。5兆円ありました。5兆円、橋本さんの時5兆円あった借金、これを僕たちは無視をしませんでした。なんでか、借金なんて見えにくいです。皆さんからは分かりにくいでしょう。でもこの借金というのは最後誰が負担するのって言ったら、若い人たちが負担するんです。子供たちが負担するんです。だから5兆円あった借金を白鸚さんと僕の時代で3兆6千億円まで減らしました。1兆4千億円をガーッと減らしたんです。黒字経営しましたよ。改革で財源を生み出したんです。借金も減らしました。生み出した改革で幼児教育の無償化、子どもたちの18歳までの医療費の無償化、今松井さんは給食の無償化、高齢者の皆さんの特別養護老人ホームを増やす、改革で財源を生み出しちゃったんです。その代わり特定のほにゃらら団体、ほにゃららの業界に充実、補助金はなくしていきました。特定の人たちがいい思いをしてたんです。政治家に近い人たちがいい思いをしてたんです。これはやめよう。
改革で財源を生み出して、どんどん住宅を引き出していきました。大阪府も広がったんです。大阪府知事になって、いや、ほんとひどいことやってたんだなと思いますね。びっくりしてます。さすがにこれ大阪市でもやってなかったというようなことを大阪府でやってましてね。何やってたかというと、10年、橋本さんが破産会社だっていうまで、ずっと10年間赤字でした。今は10年以上ずっと黒字です。記事になってずっと黒字。赤字だっただけじゃなくて、借金を返すための貯金、これに大きい税を取ってたんです。穴開けてたんです。その金額、5600億円。ひどいですよ。大穴開けてた。それで赤字。腹立ってしょうがなくてね。じゃあその5600億円、大穴開けてた当時の知事さん、もう名前は言いません。大田さん、むちゃくちゃですよ。なんで俺はこれ腹立ってるかっていうと、今も穴埋めをしてるんです。なんとか僕の時代でギリギリ終わるぐらいの状況になってます。見えないんですが、子供たちに負担を負わせる、こういう政治はやりません。これからそれが大事。ぜひ、皆さん、もちろん分配大事ですが、じゃあそれどこから生み出していくんですか。その生み出し方、僕はこれ正当だと思ってます。少子化はどんどん進んでいきます。僕が生まれた時は、子供たちの数、200万人でした。ところが今は、80万人です。半分以下、持つわけがありません。じゃあどうするかっていうと、若い世代が元気になるように、次の世代がいろんなことにチャレンジできるような、そんな土台を作らなきゃ持たないんです。ぜひ、皆さん、これから必要になってくるのは改革です。それは絶対に思います。自民党は改革ということは使えませんが、僕は改革必要だと思っています。これからの長い日本の将来を考えたとき、次の世代の子どもたち、孫たちのことを考えたときにも改革は必要です。それで成長していく大阪の政治は皆さんのお支えで、これからも何とか僕も頑張っていきます。でね、だって森島さんの応援とかいろいろ応援するとよく言われるんですよ。いや、お前が頑張れと。まあ、だって僕も頑張らなきゃいけないんですって言うんですが、まあ、今、これから、まあ、今月中でも選挙終わります。まあ、まだ選挙なってないですが、まあ、今月から始まって、もう終わるのも今月ですから、まあという間ですよ。ぜひね、皆さん、日本に一つぐらい改革する政党があるんだっていうのを見せつけてほしいんです。自民党が、あれどうなってんの、なんで大阪こうなってんの、ああそうか、改革しないとまずいな、自分たちの思いだけではまずいな、そう思わせるためにはやっぱりこれは選挙なんです。大阪ではなんとか自民党とがっぽり寄って戦うことができてます。ぜひ皆さん、日本47都道府県の一つくらい改革が必要だ、そういった政党を絶滅させることなくて、ぜひ後押しをしていただきたいと思うんです。それが日本の成長につながります。僕らは国政政党として政権を担うことの力はありません。これは正直申し上げて、今の段階で政権を担うぐらいの力はありませんが、ただ改革が必要だっていうのを国政にドーンと持っていって、自民党にそれをボカーンとぶつける、それだけの力はあると思ってます。これをするのが森島さんです。森島さんはまさに僕と同じ時期に市議会もやって、同じ釜の飯を切りました。いろんな改革をする条例も森島さんと一緒に作ってきました。今森島さんは政党会長という政策を作るトップの部門にいるのが森島さんです。この森島さんとは本当に政策に思いも強いです。日本で国会で活躍してもらいたいと思います。そのためには皆さんの力が後押しでありがとうございます。必要です。ぜひ皆さん、これから僕自身も頑張りますけども、ぜひ森島さんの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、遠くからありがとうございます。大阪府知事の吉村です。ありがとうございます。
ません。反対側からもありがとうございます。これからも